こんな感じでございます。非常に質感高く出来上がっておりますよ。こんな感じで上へ行きますと、これですね。どうもこんばんは、桃太郎でございます。本日はこちらポーミドさんの純正ミラー交換型ミラー型ドライブレコーダー PRD80C をご提供いただきましたので、ご紹介をさせていただきたいと思います。ポーミドさんのミラー型ドライブレコーダーはですね、過去に PRD51C や PRD60C をご紹介させていただきましたけれども、まあ、デザイン、画質、機能、価格などですね、総合力において非常に満足度の高い商品という印象を持っております。まあ、ミラレコどれを買ったらいいかと聞かれますとですね、まあ、私的には、まあ、ポーミドさんがまず最初に頭に浮かぶメーカーかなという感じでございますね。さて、今回の PRD80C、 私が楽しみにしている、まあ、大きな特徴としては3つほどありまして、まず1つ目、純正ミラー交換式というタイプで、デジタルミラーを純正ミラーにこう被せるタイプではなくて、そっくりそのまま取り替えるということですんで、まあ、後付け感がほぼなくなるのではないかと楽しみにしております。それから2つ目、従来よりデジタルミラーが高輝度になったということで、まあ、特に従来品でもね、輝度が低すぎて見えないということは感じませんでしたけれども、まあ、超快晴の時なんかは、まあ、どうしても暗めになってしまうんで、その辺どんな違いがあるのか楽しみにしております。それから最後3つ目、デジタルミラーが10インチのコンパクトサイズということで、まあ、過去にレビューさせていただいたその PRD51C とか PRD60C に関しては、まあ、ちょっと大きめの画面でしたんで、見やすいというメリットはあるんですけれども、NBOX のバイザーの場合はですね、干渉してしまうんですね、バイザーにミラーが。というデメリットがありましたんで、その点、干渉しないのかどうか、こちらも楽しみにしております。はい。それでは早速取り付けてレビューをしてみたいと思います。よろしければお付き合いください。簡単にセット内容を見てまいります。まずドライブレコーダー本体、デジタルミラーですね。こちら本体の中に GPS が入っておりますので、別途取り付ける必要はありません。またマイクロ SD カード 64GB が付属しております。ポーミドさんのミラレコはいつも最初から SD カードを付属しておりますのでありがたいですね。それからフロントカメラとリアカメラ、そして取り付け不定。取り付け不定は標準で付いてくるものは NBOX には使えないということなんで、NBOX に使える不定を別途購入する必要があるそうです。こちら今映っているのがその NBOX で使える取り付け不定ということです。それから反射防止フィルム、今回は使えません。それから駐車監視ケーブル、電源ケーブルのことですね。約2メートルぐらい測ったらありました。こちらシガーソケットに差し込むものではなくてヒューズボックスに接続するタイプになります。それからリアカメラ延長ケーブルですね、約6メートルぐらいありました。それから背面カバー、配線カバー、配線カバー今回使わないですね。あとマイクロファイバークロス、シール式のステッカー、まあ、シール式と書いてありますけども磁石になってますねこれ。それから取扱い説明書、それからあと配線止め、そしてパネル剥がしも入っておりました。まずですね、こちらミラー本体に不定を取り付けていきたいと思います。で、こちら側が車側につけるところなんで、こっち側つけていきますけど、ここに穴が開いてます。ここですね。なのでこのコードですね、このコードをこの穴に通していきます。で、こうですね。で、こう通していって、はい、ここで止めるという形になります。ここに穴が4つ開いてますので、ネジ穴がここに、このネジを止めていきます。はい。で、この裏側にこのカバーをつけるということになりますね。こんな感じですね。ちょっと固めですね。はい、はい、はまりました。綺麗になりましたね。つけましたら
この線がですね、ここに溝が切ってありますので、見ますかね。なので、この後ろ側を通す形で、こういうふうにして、車のここが天井につくと。ミラーをそのまま入れ替わるという形になります。で、今取り付けて気づいたんですけどね、これ上下逆でした。こっちに付けないといけません。それでは簡単に血栓も見ていきたいと思うんですけど、血栓方法、最近はですね、ミラレコ非常に簡単になっております。で、今回電源ケーブルはこちらですね、はい、車のヒューズボックスから取る形になっております。駐車監視ができるようになってますね。なので、こちらヒューズに付けられるようになってまして、反対側ですね、こちら側で、ミラレコ本体、それからフロントカメラ、リアカメラをつなぐ、これをつなぐだけですね。なので、まずこちら、ドラレコ本体というかデジタルミラーの部分はこちらですね、ここにつなぐ、はい、でもう色分けしてあるんで、これフロントカメラ、こちらフロントカメラですね、フロントカメラのこのオレンジ色につなぐ、でリアカメラは延長ケーブル中に間にかましますので、こちらになりますね。でもう片側どっちかしかつながれないようになってますんで、こっち側細い方をつなぐ、で反対の先をこちらリアカメラにつなぐと、はい、ということでこれでもう終わりでございます。非常に簡単ですね。それでは Nbox の方にセッティングをしていきたいと思います。で、配線のレイアウトはですね、以前オートボックス X6 というミラレコで行ったのとほぼ同じ感じですんで、ご興味ございましたらですね、そちらをぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。なお、あくまでど素人の作業ですので、間違いもあるかと思います。取り付けはですね、自己責任でお願いいたします。はい、それでは純正ミラー外していきます。まず上のカバーですね、こちら奥の方に向かってスライドさせると確か取れたと思います。で、こちら中見てみますとね、ネジが2つ付いているんで、こちらを取っていきたいと思います。ネジが落ちやすいんで、ちょっと注意をしていただきたいなと思いました。で、ネジが取れたらですね、90度回すとこのように抜けますね。で、リアのシートベルトリマインダーのコードがあるんで、今ぶら下がってましたけど、これを外していきますので、パネル剥がしでここにカバーがあるんで、まずこのカバーを取ります。はい、取れました。で、配線を外していきますけれども、コネクタ向かって上側にですね、何ですか、つまみがあるんで、これを押しながら引き抜いていきます。こんな感じですね。はい。そしたら、一応ビニールテープで巻いて中に入れておきたいと思います。はい、で、これはまあこのまま置いときましょうと。こちら電源ケーブルに、フロントカメラとリアカメラ、そしてドライブレコーダー本体ですね、こちらがつながりましたんで、もうこれは中へ入れていきまして、これですね、これを取り付けていきます。で、こうですね、こうです。これでしっかり締まりましたね。綺麗です。やはりこれですね。ここを締めていきますね。
こんな感じでございます。非常に質感高く出来上がっておりますよ。こんな感じで上へ行きますと、これですね、ここが1本でございます。後ろ見ましょうか。ちょっと、はい、まあ、下から見るとこんな感じで、ここに SD カードが入っています。SD カードに入っております、はい、で後ろ側がこんな感じで、ここに配線が収まっているということでございます。なかなか質感高いでしょう。よいしょ。純正よりもね、なんか高級感っていうかね、質感高いんですよ、こっちの方が。でね、もう一つ言うとね、これこっちの方がね、高さがあるんですよ。わかるかな、こうね、高さがあるんでね、実はこっちの方がね、よく見えるっちゃ見えるんですよ。でね、ほぼね、高さ的にはね、後ろの窓見えちゃうんですよ。で、デジタルミラーとこのサンバイザーの干渉の問題ですけど、今ね、ミラーをまっすぐ後方に向けてしまうと、運転席側のところがこのように干渉してしまうんで、思い切って自分の方向にこうミラーを向けてしまうんですね、運転席の方向に。そうするとこのように干渉しなくなりますので、でもちろんこっちも干渉しませんので、このようにしてですね、運転席に向けてしまえばバイザー特に干渉しないで使えると思います。はい、フロントカメラですけれども分離式で軽量ですね、ソニー製スタービス IMX335 イメージセンサーを使用しておりまして、2560×1440p の高解像度になっています。視野角は170度、 F 値 1.8 ですね。もちろん HDR、WDR 搭載で白飛びや黒つぶれを防止してくれています。リアカメラも分離式軽量ですね。ソニー製 IMX307 の定番イメージセンサーを使用しております。1920×1440p、フル HD の解像度になってますね。視野角が150度、F 値が 1.8。こちらも HDR、WDR 搭載で白飛びや黒つぶれを防止しているそうです。はい、準備段階が長くなってしまいましたけれども、まずはインナーデジタルミラーの昼間の映像から見ていきましょう。ちなみにこちら10インチの IPS 液晶ディスプレイを採用しておりまして、 IPS 液晶といえばですね、視野角が広いのが特徴ということで、まあ、どの角度から見てもですね、確かに映像がはっきりと確認できました。また高輝度600カンデラパー平方メートルということで、昼間の周りが明るい時でもですね、確かに従来品よりもとても見やすくなったという印象です。まあ、面白いのがですね、日陰などに入るとまあそれなりに暗くなるんですけど、コントラストが逆にはっきりしてきてですね、なんか非常に見やすくなった感じですね。またきめ細かな映像でくっきりしているので、後続車のナンバーもはっきりと確認することができました。もちろんですね、リアの映像だけでなくフロント、それからリアフロント同時という映像も見られますし、映像の上下移動もですねできます。またリア映像はですね、拡大縮小ができますね。ただし解像度は粗くなります。まあ、これはね、後続車との距離感をドアミラーとかと合わせやすくなりますんで、最近ではね、必需品と言ってもいい機能ではないかと思います。はい、続いて夜間の映像になります。こちらディスプレイの輝度が上がっているからでしょうかね、昼間よりもね、従来品より見やすい印象がありました。映像では後続車のライトが眩しそうに見えてますけれども、実際はですね、鏡の方がかなり眩しいと思います。でデジタルミラーっていうのは、後席に荷物や人が乗っていてもね、それが視界の妨げにならなかったり、鏡では捉えられない広範囲の情報を得られたりするメリットはもちろんあるんですが、さらにこの夜間の後続車のライトがですね、そんなに眩しくないというメリットもあると思います。
グルーリがヘッドライトで照らしている前方の映像ですね。それよりもデジタルミラーの後方映像の方が明るく見えているのがわかると思います。はい、続いてドラレコ映像いってみましょう。まずフロント昼間の映像でございます。なおこちら編集の都合上ですね、 2560×1440p の映像 1920×1080p に変換しておりますので、申し訳ないですがその点ご了承ください。でこの日快晴とまでは言っていない天気ですので、パッと見ですね色合い的には落ち着いた感じになっています。しかしですね、ここをあまりコントラストや色合い強調しますとですね、調整しますと夜間の映像で支障が出ると私は思っておりまして、これねポーミドさんの良さだと思っております。で IMX335 イメージセンサーを搭載したドラレコっていうのは過去にいくつか見てきてますけれども、やはり非常にくっきりとしていてナンバーもしっかり確認できます。フル HD の IMX307 でもですね、ドラレコとしては十分だと思うんですけれども、まあ、これを一回見てしまうとやはり魅力的ですね。続いてリアの昼間の映像になります。こちら 1920×1080p の解像度になりますけれども、十分綺麗でございますし、ナンバーもはっきりと確認できます。Nボックスはリアガラスがプライバシーガラスになっていますけれども、十分な明るさだと思います。まあ、商品によってはですね、映像を美しく見せたい、はっきりくっきり見せたいという狙いがあるのかどうかわかりませんけれども、かなりね、コントラストや輝度を上げているものもありますが、まあ、このぐらいが一番見やすい気がいたしますね。で参考までにですね、フロントとリアの夕方の映像も載せておきたいと思います。こんな感じですね。非常に綺麗じゃないでしょうか。なんかね、夕方の方がより綺麗に見える感じがありますね。色合いもはっきりしてきます。はい、それからあのトンネルの入り口と出入り口についても見ていきたいと思います。こんな感じですね。フロントリアどちらも、クロップブレ白飛びせずに綺麗に映っていると思います。出口もこんな感じ。はい、こちらも問題ないですね。綺麗に映ってます。続いて夜間のフロントの映像になります。夜間のフロントの映像で毎回気になっているのが、自分の車のヘッドライトがですね、前方車のナンバープレートをもろに直撃する場合に白飛びしてナンバーが見えなくなるという事象ですね。ヘッドライトの焦点が少しずれると見えてくるんで、まあ致命的な欠点ではないんですけれども、やはり気になります。で、今回どうなのかというと、はい、問題なしようでございますね。はっきりナンバー確認できます。ポーミドさんの過去にレビューしたミラレコは全て問題なしようでございました。リアのエヴォもそうなんですけれども、全体を見ても十分明るく、はっきりくっきりとしておりまして、非常に好印象でございます。今リアが映っておりまして、このように上下ができますと。でここら辺でやるとこのようにズームもできます。とここで画面の明暗ができますよと。であと一回シュッてやるとフロントとリア、これフロントですね、結構明るい。あとここに物理ボタンがあります。これを押すと消えます。で、もう一回押すと吹きますと。で、切り替えですね。これと一緒ですね。それから、これは写真撮影と。で、先ほども言いましたが、ここに SD カードが付いてますと。で、あとここを押すと、各種設定ができます。それからこれは、録画映像も出ますと。録画オンオフですね。録画しているときはここが赤になってます。で、ここでも画面の切り替えと。これが写真撮影。して、これがビデオロックと。ここが黄色くなりましたからね。
はい、ということでまとめにいきたいと思います。今回ご提供いただきました純正ミラー交換型ドライブレコーダー PRD80C ですが、前評判通りというか、期待した通りですね。まず一つ目、誰が見ても後付けとは思えないそのスマートな姿が魅力でございました。純正のミラーよりも質感高く、純正のミラーよりも多機能、しかもメーカーオプションのデジタルミラーと比べても質感が高く多機能という感じ、すごいですよね。で、 NBOX の場合はデジタルミラーじゃなくて鏡の状態でそのまま使っても純正より見やすいというおまけ付きでございました。それから2つ目、従来品と比べて高輝度になった、ディスプレイがですね、高輝度になったということで昼も夜もより見やすくなった印象でございます。もともと性能画質機能などですね、総合力の高い、ポーミドさんのミラレコですので、それも踏まえてさらに使いやすくなったという印象がありました。それから3つ目、コンパクトサイズなので軽自動車にも使いやすいと、ギリギリだったんですけど、今回干渉しないでバイザーが使いました。これ非常にありがたいですよね。できればね、もう少し横幅小さくてもいいかなとは思いましたけれども。一方、気になる点といたしましては、1つ目、先代の NBOX をはじめとする N シリーズの場合はですね、リアシートベルトリマインダーが使えなくなります。ですので、こちらをよく使われる方にとってはですね、交換ちょっと難しいかなという感じがいたします。それから2つ目はですね、ミラーの位置が、やや後方ですね、車の後ろ側の方に移動するんですね。ステーの形状が要因だと思うんですが、純正ミラーよりも運転席にこう近づく感じになりますんで、最初違和感が出ますね。ただし操作は自分の位置から近くなりますんで、しやすくなります。で、3つ目、配線の難易度がやや高めかなと。 PRD80C は電源をヒューズボックスから取るタイプになっております。駐車監視機能が使えるというメリットがあるんですけれども、頻繁に車に乗らない場合はサブバッテリーを使うか、もう監視機能は使わないという選択がいいんではないかと思われます。駐車監視機能を使わないという選択であればですね、私のようなこのド素人にはですね、やっぱりシガーソケットから電源取る方がありがたいというか楽なんですよね。で、ちなみに今回私ヒューズボックスから電源取りました。で、 NBOX のヒューズはですね、低配ヒューズっていうタイプになってるんですが、PRD80C の標準でついてくるこの電源コードはですね、ミニ平型ヒューズになっておりましたですね。で、付けられるのかなと思って試しに差し込んでみたらですね、割としっかり刺さって固定もできました。で、電源も取れたんで今回はこれでやりましたけれども、実際はやらない方がいいんじゃないかと思いますね。やっぱり確実な方法で接続していただきたいと思います。私もね、今後はちょっと変更して確実な方法にしたいと思っております。でですね、あと、今後の勝手な希望ということでは、ポーミドさんのこのミラレコ、ぜひね、3カメラっていうのはあります。コンパクトタイプではないんですが3カメラありますね。で、さらに4カメラもつけてですね、車内も前と後ろから映していただいて、本当に死角が減るようなコンパクトミラレコを出していただければ嬉しいなと思っております。はい、本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録で応援していただければ嬉しいです。あとブログ、ツイッターもやっておりますので、そちらもぜひ見てくださいね。それではまた。